ダッシュでございます。どうも武田でございます。どうもこんにちは、タムジョーと申します。よろしくお願いします。やっていきましょう。はい、ありがとうございます。はい、ということでね、数多くの青学の動画が今出てると思うんですけれども、はい、まあちょっとせっかく来たんで走りたいなと。ですよね。はい、走ってないのよ俺は。よしきさんが走った感じですもんね。そうそうそう、で僕も走ったんですけど、問題ないと。問題ない来たら走りないですね。なのでもう付き合わせます。任せてください。ありがとう。風強いから周平のおでこがあーちょっとやばいな。あおい、ブル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 。今から今日やりたいのは、はい、200m。 タムジョーと TK で言えば200なので、あ、今のとこ僕といえば200なんですか。僕とタムジョーと僕といえば200。あーそうなんですね。はい、初めて聞いたんですけど。僕も初めて言いました。200です僕。はい、まあでもちょうどいい距離と、あと僕が今自分と足りてないその距離というものをちょっと今回200で補っていきたいなと思うので、時間も時間なので204本さらっとやりたいなと思います。わかりました。2分レスト、2分レストで。2分レスト。今めちゃくちゃ風強いんで、バックストレート追い風使って楽にいきたいなと思います。フォームをしっかり綺麗に。そうっすね、フォーム大事ですよ。さっき原監督言ってましたもんね。分かった、今日の動画のタイトル分かりました。タムジョーと TKD どっちがフォーム綺麗なの。物が違うからね。まあコメント欄でね、どっちのフォームが好きか。好きかね、うん、短距離が好きか長距離が好きかみたいな。はい、そうなっちゃいそう。そうなりますね。早速やっていきましょう。はい、それではいきましょう。ダッシュで行こうぜ。さあ、タムジョーと TKD が204本、まあ、タムジョーが TKD の練習にまあ付き合うって感じで走っていくんですけど、タイムは追わずにしっかりボディコントロールして4本こなしていくと。2人ともしっかりフォームを意識して走っていくと思うので、まあその辺も見つつやっていきましょうということで、設定は30秒です。タムジョーの1500のレースペースでもあるよね。さあさあさあ、30秒。もうこの2人が30秒で走ると、まあ、見てて分かると思うんですけど、ジョギングに感じるね。そして2人とも足の軌道がまあ綺麗だね。いやタムジョーも綺麗だとは思ってたけど、こうやって見比べると TKD もやっぱ綺麗だね。まあ、204本。TKD がね、故障明けということでウォークバックで戻っていきます。やっぱ故障明けで周辺にとっては量を追う練習だと思うので、まあしっかりね、その中でボディコントロールして走っていくと。怪我明けのこういう練習がやっぱり大事になってくるよね。9秒5。いやー、2人ともすごく走れてるよ。青学で走ってどうすか。青学で走ってますね。なるほど。はい、意外と短くないみたいな言ってたんですよ。あ、こうなんだ。そう、はい。意外と短いですかね。でもやっぱ青タータンだから青学で。いや、何も別に俺狙ってないから。そういう意図があるのか。狙ってない、狙ってない。なんで俺滑ったみたいなの。20秒前です。あ、はいはい、頑張ってください。じゃあ僕前行きます。次。はいはーい。さあ2本目。マジで綺麗だな。30秒のペースに見えない。ちょっと周平さんが腰入ってきたかな。2本目。やっぱ楽だな、タムジョー。そうですか。あれ、ヨシキさんはでも走んないですか。俺がさ、走ってさ、はい、やっぱヨシキの後ろ走りづれってなるの嫌じゃん。やってみたい。俺が判断してるよ。最後1本僕取るんで。てか今何秒。9秒。これ29秒で走りやすく走らせる自信ないんだけど。いきますよ。いけるかな。30秒前。頑張って。頑張ります。いきます。さあ、いった。しっかりお腹に力を入れてる走ってるとは思うんですけれども、こうやって見るとタムジョーの体幹ってやっぱりしっかりしてるなってすごい思います。周平のタムジョー見比べるとやっぱ周平って腰反ってんだなっていうのもちょっと分かります。てかきつそう。いや、でもきついか。普通にリカバリーがウォークバックで2分ぐらいしかないので4本きついと思いますね。じゃあ最後はよしきさんにお願いするということですね。長距離はね、走ってる時すごいつきやすいんですよ。なるほどなるほど。200になった時はこれにとっての29秒とか30秒、はい、まあまあ早いから、はい、結構早いっす。早い。結構きついっす。
じゃあちょっとよしきさん期待してます。いや近いんだって。近い近い。さあ始まります。ゴー。始まりました。よしきさん先頭です。さあペース大丈夫か。時をしっかり確認して、ちょっと足が短い感じあるな。うん、よしきさんちょっと足が短い説があるけど、まあそこは大丈夫か。そこは大丈夫、ちゃんと走ってるからな。僕ちょっとタイム分かんないんで。あ、ゴールした。あ、でも中平さん的にはなんか良さそうな感じだったな。あ、良さそうだな。拍手してるってことは良さそうだな。ちょっとじゃあ感想聞いてみましょう。あ、お疲れ様でした。行きました。30秒04。あー、でもめっちゃいいじゃないですか。よしきさんのことを解説でめっちゃ褒めました。本当に、はい、いい感じで、すごいなっていう感じで褒めました。ちょっと足が短い感じあるな。うん、よしきさんちょっと足が短い説があるけど、まあそこは大丈夫か。出てさ、動画見たらめっちゃ叩かれてる。いやいや、もうマジで一切ないです、それは。もう後で見返してください。ちょっと足が短い感じあるな。うん、よしきさんちょっと足が短い説があるけど、まあそこは大丈夫か。実際にどうでした。これはね、コーチつけてがたい。どっちも素晴らしいペースメイクでした。本当にめちゃくちゃいい練習になりました。ぜひとも3人のフォームについての感想コメント欄で待ってます。どうした。あ、はい、はい、帝京大学になった今。あ、そうですね。そのなんか大学だよね、の感じ出そうかと。あ、なるほどね。ありがとうございました。ありがとうありがとう。え、どっちなの最後は。あ、最後戻りました。最後戻ってたの。はい、もう完全に2人よりもね、学生モードで終わる気だったよね。じゃあ合わせるよ、うん、どっちか分かってる人次は、はい、分かってますよ。せーの、ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。 あ、こっちだ。